幹事から質問します。今週開かれた金融審でですね、銀行の事業会社への出資比率の規制、いわゆる 5% ルールについて緩和の方向で見直しの議論が始まりましたけれども、この規制緩和に向けまして大臣のご所見がございましたらお願いします。ワーキンググループが開催をされて、で、金融業のそのさらなる機能強化ということを、そういう視点でご議論をいただいていると、そう聞いておりますが、5% ルールの見直しについても活発なご議論をいただいたようで、あります。年末には報告書を取りまとめていただけると聞いておりますので、とにかくそういうその皆さん方のご意見なんかも踏まえてですね、主要な論点について、金融庁としても議論を整理をしてまいりたいと、そう思っております。来年の3月には円滑化法の期限が来ていることになってますけれども、その関連で、その中小企業とかそういうところの貸し出し、強化する必要があると思うんですけれども、その関連でこの見直しというのはどうリンクしてくるんでしょうか。例えばその事業再生という視点からすると、 DDS ですね、デッドデッドスワップについては、昨年、監督検査において、指針で明確化をしたと。それで、今もそのデッドエクイティスワップなどの場合は 5% を超えて議決権を取得保有する場合は例外とされているということでありますが、ただ金融業の機能強化という意味で、こういった方策がさらに活用できるということならば、それはそれで、検討する価値はあると。ただ関係者の間ではいろんなご意見もございますから、そういったものを丹念に聞きながら処理をしていく必要があるだろうと、そういうふうに思っています。幹事会以上です。各社さんお願いします。朝新聞のクジラオパですけども、5% ルールのですね、問題は基本的何点か論点がありまして、一つはその、当然預金として預かったお金をですね、エクイティとして出すということになれば、リスクが、銀行経営のリスクが上がるということになると思いますが、その辺をどう考えていらっしゃいますか。リスクという点については、そのことも含めてですけども、やっぱりリスク管理というものはちゃんとしていただかなきゃいかんということだと思うんですね。で、他方で5% ルールを見直すことによって、資本性資金の供給が促進をされるという、そういうメリット